お疲れ様です。今日はですね、新環境遊んでいきたいと思います。というわけでバランス調整来て、まあ、詳しいことはね、このニュースからも確認していただきたいんですが、9枚ね、はい、調整されましたってことで、今日こちらのね、もう調整されまくったね、はい、カードいっぱい入ってます。バルーンデッキやっていきます。なんか昔ね、あったデッキですね。本当バランス調整後っていうのは、基本的にね、強くなったカードが入ってる昔のデッキ、杖のなんじゃろうって感じで、みんななんか探してね、はい、それが流行るのを繰り返しだと思うので、このナイトアーチャーバルーンね、前はメガゴでした。はい、メガゴでしたけど、フェニックスですね。結局ね、まあ、このデッキだと、ナイトとアーチャーが強化ですね。ナイトは HP3%。アーチャー攻撃速度が約 20%、18% か。はい、まあ、強化ってとこなんですけども、フェニックスはね、復活したフェニックスが攻撃力と HP が8割になるっていうので、まあ、弱体化来たんですけどって感じです。はい、別に全然強いしって感じまあもうちょっとなんか弱いと思ったんですけどね、想像以上に強いです。はい、なので、まあ、メガゴの人権っていうのはねまだなさそうかな。メガゴ使うぐらいならフェニックスでいいし、全然対空枠もうフェニックス採用は今後も多いのかなといった感じですね。まああとアーチャーはなんかそんなすごい速くなった感はね、僕は分かんないんですけど、どうなんだ、体感分かりやすいんですか。これは 20% なんでね、約18使っててそこまでは分かんないんですけども、まあ、強くなってるらしいですね、めちゃんこ。はい、なんでいろんなデッキに、まあ、ホグ、バルーン、まあ、クロスとか、なんか高回転にはね、とりあえず使いやすいですからね、このナイトアーチャー系は3コスだし。よいしょ。まあ、無課金のね、人たちも使いやすいっていうので、ナイトアーチャー時代が来てる。懐かしい、本当に。という感じか。あとはなんかね、まちまちって感じっすね。なんかゴブジャイの背中の槍が強かったとか、まあ、ロケットも加工されたけど、まあそうなんぐらいの。結局なんか変わんないよねみたいな感じかな。大きく変わるのなんだろう。まあでもアーチャーがその気持ち多いんですよ。だからそのアーチャーに対してのネタの斜め採用が気持ち多い気がしますね。気持ちね、すごい勇気を構えたい。おお、ロケッティーな。あ、でもいやー、これは届かないか。そう、届かない。このアーチャーがね、おお、めっちゃ殴る。そう、これがねちょっと強いちょっとだけね。なんかよーく見ればまあ速くなってんのかぐらいですよね。よいしょ。あと施設もなんか今いっぱいいますね。ボム、大砲、デスラー、インフィア、まあ、何でもいるかなっていう感じで。よいしょ、ちょっと危ねえな、これ。よし。さあ、でも結局このタリユキが強いのと、フェニックスで、いや、結局強いんですね。やば。フェニックスまだ強いのやばくないっすか？もう一生強いやん。復活の前のね、この初期段階のステータスが多分高すぎて、足りないっすね。あ、ロケあったわ、そういえば。ガゴ群れ用に手前フェニーしたんですけど。さあ、で、このナイトの枠とかも、なんか文句型とか、まあ、それこそバルキリー型だとか、なんかいろんなパターンがあるらしいんですけど、ああ、ナイトでいいよねっていう。結局ね。結局強いんだね。さあ、まあ、これは終わったんじゃないか。ガゴムね。こんにちは。やばい。気をつけ止まんないけど。おい。まあ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 。まだね。アーチャーが本当に強くなったのって思う方もいるかもしんないんですけど。一応データ上だと、本当最強でして、勝率。まあ、アップできて、1日経ったぐらいだと思うんですけど、アップできて、丸1日で、勝率1位です、はい、アーチャー。単体、カード単体で見たときに、アーチャー勝率1位。そして、
使用率も1位、2冠です。はい、アーチャー2冠最強。まあ今までだと、まあ、使用率はローリングと1位とかね、まあ、あとなんだ、まあ、勝率だとね、なんかスケドラが高かったりとか、なんかよく分かんなかったんですけどとりあえず今アーチャーめっちゃ強いらしいっす。まあ、みんな使ってるっていうのもあるっすよね、アップデートで。よいしょ。そしてフェニックスもみんな使ってます。こいつやばいっすね。うん、もう一回、まあ2ヶ月後か、2ヶ月後にもう一回カフォー来てもおかしくはないっすね。さあ、で今回の相手はなんかわかんねえけど、エリポン出てたな。こんなんも雪玉で食らわしてやんぞ。いけ、無骨、おい。だからのサンコスリガーでフェニックスも起き上がるし、エリポンも壊せて、さあ結局、あ、ちっちゃいフェニックスが親鳥にいじめられてる。このまま分かりやすくはなったっすね。そう、生まれたやつなんで、あ、じゃあ無視しても大丈夫だなみたいな対応しやすくなったけど、結局まだまだ強いっすよね。さあ、ナイトアーチャーバルーンね。逆サイバルーンロッパーもあるけど、なんか飛ばしても良さそうっすよね。これライドラを使わせられるっすよ。まあトレーナーだけボーイが安く、ライドラ使ってくれると、さあもうこれはもう取りタイム。え、ちょ待って、え、ナイト、もう何やってんだ、無能かえ、ちょっと待って、ナイトがさ、あ、待って、なんかミスった、あーちゃん。いやでも雪玉強っ。ナイトがすごい裏切りの、やべやべ、動揺がゴーレム、ゴーレム外側にやってたな。あれ危ないっすね、まあ、自分のユニットでさ外側に行くのやばいよな。いやマジこういうのがある。これで、あ、マジだな、本当に真面目にやってんすよ俺だって。いやでもボコタは強いな。なんか少々ぐちゃぐちゃになっても、はい、なんとでもね守ります。いやでもソラカイ頂点っすね、まだまだフェニックスは。またアーチャーも優秀。なんかヤナメが増えてはいるんですけど、アーチャー用にね、スケラのヤナメだとか、まあ、大型のヤナメ、まあ、今回では別にウッドでいいって感じなんですけど、結局アーチャーセパできるんでセパできたらね、どっちかのアーチャー生きるんで、言ったら 1.5 コス分の価値があるじゃないですか。そうだからヤナメに弱いって、弱いっちゃ弱いんですけど、そんなそこまででもないよねみたいなとこあるっすよ。さあ、エリババウィザード、まだシーズン序盤なんでね、こういったデッキもねいっぱいいるよって感じかな。さあバルーンを無視、さあ無視だがエリババ一発も入らない強っ。いやボムタワー強いんだな。このタルユキっていうね呪文構成とかも、おやばい、バルーンぐらい、バルーンと神器か、まあ、あとホグデッキでもナイトアーチャーホグでね帰ってきたりはしてるかも。タルユキ編成、よいしょ。さあボム一生置いといて、さすがにエリチンくん、おいさレベル10だからね、10はやばい。さあ他なんかあったか、新環境、あーまあクロス、あーでも文句がそう強化されたことによって、あでもなんか使ったんですけど攻撃力が上がったんですよね。なんか別にそこまで、そこまでめっちゃ強えやん文句には感じなかったんですけど、まあ結局この環境で言うとね、やっぱアーチャーとかね、まあ、環境って考えるとそこそこに、これ
使えるかなって感じで文句で、まあでもゴルナイ、いやゴルナイ強すぎるかな。アチャクイがね正直ちょっと弱めに、弱めにというか今までのほどの活躍をしないかなと思ってます。はい、今までのアチャクイが多分強すぎただけなんですけど、その今回の環境だと特にねアーチャーいたりだとか他の代わりがやっぱね多い、そう他の代わりがいるからこそのもうねアチャクイじゃなくていいよねっていう、5コスのアチャクイ使うぐらいなら、まあ、4コスのフェニックス3コスのねアーチャー使うよっていう、やっぱ振り作る環境な気がしてます。いや雪強っ、そうアチャクイ入れるぐらいならねこのチャンピオンじゃないただのアーチャーの方がポッツ低いし有能って感じな気がしてます。はい、アチャクイ減るとねまずちょっと面白そうですけど、ライトニングとかもエリジャイだったりよ、エリジャイよかマジでエリジャイ用っすよねエリジャイライト、まあゴレライト、ライトもちょっと多かったっすけど、ロイライト もしかしたら減ってくる。うん、アーチャーをね倒したいがためのファイボとかも増えてくるかもね。あとロケも、まあ、ロケはまあ枯渇にロケっすね。よいしょ、アチャクイクロスなのかアチャクロスなのかと、これしばきたいな。もうタイプ多いやん、マジ。このバルーンデッキを使ってる時だけ相手のストライユニット多い説をね唱えたい。たまになんかおい対空ガゴムリしかおらんやみたいな相手言うじゃないですか、もうバルーン引いたらどうすんやみたいな。まあでもバルーン使ってないけどみたいなね、バルーン使った時だけおい8枚のうち7枚空に攻撃できるやんみたいな、やめてくれっすよ。まあネイクロぐらいならね許せるよ、火力もないしね。さあもうこんなアチャセパして相手が対空されたら逆にバルンディガーポーンってグッドゲームでさえいきます。でエリーババーとか来てももう残りでね頑張ります。エリキすら許容します。いやマジバルンこれで下方されてるってやばいっすよね。なんかまだまだ強いからのもう一発、しかもアーチャーがあぶくずに野郎だ、ちまちま稼いで、でこういうのもね全部ボムタワー大事にしてください。ボムタワーで範囲でねこれナイトでホグをああボムの方にみたいなやりたかったんですけどできずと、やべあ全てうまくいかんかな。あでもあ守れたからいいか。さあホグデッキでしたね。あでもボムでホグだけ守ればもう、さあディガーもあるよ、ホグディガー。もう全然バランス調整とか関係ないんですかね、やっぱネクロネクロを交えちゃエレキっすよ。バランス調整っていう概念がね、まあ、それはない人もいるよねと。もうちょっとなんか怪しい香りがしてるけど結局回転早いので息が持つ。おい、まあ、なんかこの溶かすのもねやっぱアーチャー攻撃速度上がってんで気持ち優秀になってるだとか小物の処理でしょ、でナイトも硬いんで防衛力上がってるって考え、なんか総合的になんか気づかない、なんかやっててぶっちゃけ気づかないさ、ナイトちゃんの変化マジ気づかないんですけど多分影で頑張ってくれてますね。でスケルトンラッシュを使い始めてから一回も引いてないんですけど多分ね結構苦しいんじゃないですかスケラは。まあ全体ねその終わるわけではないと思うんですよ、遅延スケラとかもデッキの完成度は高いんだよね。けどよアーチャー引いた時よマザネクって結構絶望じゃないですか、スケラ使ってたりすると、まあ、それに近いものをね
感じますね。まあ、スケラで、いや、まあ、マザークファイブ打てばみたいなとこあるけど、やばい、間に合って、危ない。いで。ファイブ打てばと、まあ、同じ。ヤナーメ打てばいいけど、打てれないとき、だいぶきついよね、みたいな。スケラはねちょっと苦しい気がしますね今季は。なんかここ最近ゴブリン強化とかギャング強化とかあの辺のちっこいのも強化されてるじゃないですか。ああいう小物関係はねスケラにほんと強いんでね、今季はだいぶ苦しい環境な気がします。まあ、バルーンとかはね逆にエレジャイとか減ってくれとちょっと熱い気がするけど、施設取るね、減ればね、減るかは知らん。さあ、で今回の相手もなんかになんかハタの復活か、雪玉強いね。テスラでしたね。しかもこれルート強制すれば釣れないと思うんですよ。だからスキアをやりたい。右か左かどっちだ、筋肉ルーレット左。はい、出てきたら熱かったけど内側にしとった方がよかったか。テスラの竹取れてました。さあ2発かましてく。ナイトアチュラ、チャンピオンなくていいのがいいっすね、非常に。あ、早かった。あ、でもファイバーズしてる。これもうあなた、あなたよ。いっぱいいっぱいいっぱいって、もう雪まで打ってね、テスラをね、はい、ファイボー回すね。よいしょ。一生これするだけですからね。さっき吹き矢こっちに出てきたんで。もう一回こっち側に。さあ、雪玉も打って、ついでです。はい。ゴリに濁熱つける感覚のバルーンに雪玉つけてください。さあ、タルババ。おい、バルーンがなぜか届いてる。なあ、だいぶ強いと思うんですけどね。施設取るねが弱点ですけど、まあ、ディガーで削れるし減るっしょ。エレジャイもフェニックス強いけどちょっと減ってくれると思うんですよね、祈り。まあ、そういえばあれか、ウッドも下方されたか。ウッド、いや、今回の調整はだいぶ変わったみたいなのあるんですけど、なんかパッと見そんなわかんないですよね。環境はだいぶ変わった感あるんですけどね。使っててナイトの HP 上がったとかわかんないし、ウッドもなんかねまだまだ現役って感じですね。どれもまだ使えばするかなっていう、まあ環境変わるだけでありがたいか。アーチャーがねどんぐらい頑張ってくれるかっすね、これから。個人的にはロケ法をしてるんですけどね。吹き矢ね。じゃあ、まあとりあえずアーチャーセッパー。なんかもうアーチャーもうバルーンの枠なんかバルーンじゃなくてもいいっすよね。何でも成り立ちます正直。ナイトアーチャーボムってこれスケラでもいいし、もうホグでもいいんですよ。スケラでもいい、ホグでもいい、もうロイホグとかでもいいし、なんだろうな、ナイトアーチャーボムは安牌万能セットって感じです。よいしょ。はい、ハッピーセット的なね。あ、これもうなんか全てが生まれそう。生まれる。なあ、80%が今生まれたらめっちゃ強かったけどな。さあ、一発届いていく。一発簡単に取るな、バルーン。まあ、次下方ってなったら何が来るんだろう。フェニックスか。マジ一生、マジこのねバルーンデッキはね、このバルーンでも、あ、バルーン
これめっちゃ簡単に取る。あの爆破がね、そうバルーンでも削れるし、もうディーガーがあるんでね、なんかバルーンデッキってランバルとか新兵隊バルーンとかディーガーが入ってないのもあるんですけど、もうディーガーあるバルーンはね、そのぶっちゃけバルーンは爆破届けば花丸、うん、爆破届けば20丸、花パーまで届けば花丸で、もう爆破だけ届けば幸せなの。さあ回転が速いのもいいね、よいしょ、なんか無課金時代って感じ、本当にゴブリン強い、アーチャー強い、ナイト強いんですよ。だからナイト、アーチャー、ゴブリン、何かホグ、迫撃、枯渇、スケラーみたいな、なんか今までのコード、ここ3年ぐらいって多分一番優しい一番優しい気がします、ここ数年で。あ、マジ一生こう作るやん、それでなんかね、一番優しい環境だ、ナイトアーチャーチャンピオン使わなくていいっていうね。いやー素晴らしい ISP、 あーもう一発欲しかったな。いやでもこの削りのアーチャーがちょっと強いんだろうな、ダル使っちゃう。まあアーチャーで、あこれやばい、あのマイティのあれが、うんうん、いやアーチャー強えな、もともとゴブリンバレルの受け強いのに攻撃速度上がるとね、前よりも一発ぐらい減らせるんじゃない。さあ2発で200ほどね、なんか気抜けないダメージな。いやー大砲もいるマジノーマルカード最強か？なんかカードランキングみたいなのありますけどね。ナイトアチャ、ゴブリン大砲、全部 S っすね。よいしょ。フェニックスもまだ S いけるな。さあ、枯渇、これ、大砲っすもんね。相手これバルーンにロケ打たないと絶対止めれないんで、ケツバルーンプランはねちょっとあるっすね。伝説の結構強いですからね、後ろバルーン、サイクル事故らせの一回やってみますか、まあ、ロケ打たれるかもですけど、まあそれはそうっすよね、打たれるっすよね、まあデモンみたいなからのみたいなとこあるっすよね。よいしょ、あ普通に寄らないやつか、あ寄った、あ微妙かロケ隊でね、微妙かもしかして、トルネモチリアね、このねケツバルーン超刺さるんですけど、やべえこれもしかしてキング起動しちゃう、あれそんなことやってる場合ちゃう、もしかして、いやさすがにバッツはつけれない、負けれない、さあこれロケでも相手ロケ打つから、さあフェニックスにロケ打たさせての、これ2周目もねもう相手止まんないですから、逮捕じゃ釣られます、はい。さあグッドゲーム、まあ、バルンギガーそれだけそれだけ相性良かったですねただの神相性でした。さあというわけでこちらナイトアーチャーバルーン、皆さんもねやってみてください。まあ、ナイトアーチャー多分強すぎるっすね、しかも万能すぎる、何でもデッキ組めるんでね、カードを上げるの育てるの回ってる方いたらもう即ナイトアーチャーでさえ、ナイトアーチャーゴブリンねぜひ育ててみてください。